どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もこの小さな、今日はちょっと小さくないコンサートサイズのウクレレを使っていろいろな曲に挑戦してみましょう。このウクレレのことをちょっとこのテロップに書いておきますんだけれども、クラウドファンディングでこれ皆さんにゲットしていただけるように邁進してまいりますということで、で今日の曲、米津玄師さんのフラミンゴ、なんとも言えないこの曲、ガズレレ流簡単バージョンでやってみようと思います。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにした簡単バージョン、後半はあのリズムです、キレのいい16ビートのカッティング、これね後半のかっこいいバージョンはちょっと難易度は高いですけどかっこいいです。はい、2バージョン最後までご覧になってください。でもですね、これほとんどループで簡単コードぐるぐる回してるだけなんで、コード進行だけは簡単です。要は歌い回しとリズムが、弾くリズムが難しいという、この面白い感じの曲なんですけど、やってみましょう。はい、大好きな曲、 CD 聴いたりカラオケで歌ったりするのもいいんですけど、楽器で、ね、一緒に弾いて伴奏と一緒に歌う、これ最高なんですよ。ぜひ皆さんにも体験してもらいたいと思います。で、音楽が苦手なのは、私楽器とかも本当苦手という皆さん、ウクレレだったらすぐできます。はい、簡単なんですよ。で、ただ簡単じゃないです。簡単なんだけど、びっくりするぐらい奥が深いんですよ。これは本当、まあ私も未だに驚きの連続ですけどね。なんでずっと続けられるパートナーになりますんで、ぜひ気楽に始めてください。まず敷居は低いですからね。はい、弦も4本だし、ぜひぜひ始めてください。で、今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネル見てるだけでどんどんできるようになりますんで、もうちょっとしたらここのリンク、ここにリンクがあるんですけど、そこのね、初心者レッスンはここというところにジャンプしてもらって、数字の順番を通り動画を見ながらウクレレ触ってるだけですぐにできるようになります。これはね、YouTube ですからね、ちょっとの隙間時間にスマホとかでパッと見られるわけですね。それで無料ですから、気楽に始めてくださいなということでございます。じゃあリンクありますよ。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。クリック。行ってらっしゃい。そこには私が今まで取りためた700曲以上のありとあらゆる音楽がウクレレで超簡単に弾けるようになっているレッスン動画で700曲上がってますからね。すごいですよ。700曲って大変ですよ。もう、はい、最新 J-POP から定番 J-POP、洋楽、ハワイアン、夏メロ、昭和歌謡曲、映画の曲とかアニメソングとかもういろいろありますから、さっきのリンク先の下の方に行くと検索できたり、ジャンルボックスから選べたりとか、いろいろ探せるようになってます。ぜひ皆さんお気に入りの曲を見つけて、ワイワイ音楽しましょう。音楽聴くのもいいけど、やる方が最高ということですね。じゃあ行きましょう。この、このクラウドファンディングで、リリースするソプラノウクレレを使ってやってみようと思います。まずはシンプル簡単バージョン、やってみます。寂しさと嫉妬ばっか残して、
のジャガジャン、はい、フラミンゴ米津玄師さんの曲、ガズレレ流簡単バージョン、シンプル簡単バージョンやってみました。ほぼコード、このコードのループなんですよ。これね、かっこいい。しかも後半のブリッジパートのところもういきなり演歌とか民謡みたいな歌い方になって、ほんとなんというか前衛的だなと思うんですけどね。まあなんか独特のもう雰囲気がもう頭にこびりついちゃうっていう感じの曲ですけど、はい、ガズレレ流ショートカットバージョンでお送りしました。フルでやりたい方は2番をね、こう歌詞足していくとできると思いますので、ちょっとやってみてください。コード進行は最初めて簡単なんですけど、やっぱ歌の歌い回しと、あと後半かっこいいバージョンでリズムの肝になります。で、ひとまずですね、動画と一緒に合わせてできるようになったら、自分で次はね、それ見てノートに書いて自分の歌も作るのがいいと思います。ちょっとこれを見ていただきましょう。はい、まずイントロ、要は、このコードがずっと今、これ書いてあるでしょ？ループ繰り返し。これをずっと回して、ここ歌詞が展開していくっていうことなんですよ。なんでまあ、ちょっと場所の削減のために歌詞だけを書いてます。ここからここまで同じコード進行ですよってことですね。なのでこれはご自身でこう、タイミングを見て書いてもらうのがいいと思うんですけど、この僕、ガズさんはこの点でリズムを測ったりいろいろしてるんで、この波はメロディーラインとかね、そういうことを考えてますと。で、ここから、サビになります。ここでちょっとコード進行変わります。F が出てきたり、ここがちょっと一番肝になるかな。で、ここのところに下にこれ書いてあるんです。ここ後で解説しますけど、今やったシンプル簡単バージョンはこの上の段を弾きましたと。で、かっこいいバージョンではこの Bm7-5 を使います。これもいいコードなんですけどね。まあ、ひとまずここ、サビのところはメモってください。はい。で、例の演歌っぽい、民謡っぽいところのブリッジパートなんですけど、ここもね、A メロと全く同じコード進行のループなんですよ。なんでまた同じように歌詞だけ書いております。はい。なんで、結構今回はコード進行は本当にね、2パターンをぐるぐる回してるループで、いわゆるこれブラックミュージックの雰囲気だと思うんですけど、演歌が出てきたりとか、まあもう本当にね、アバンギャルドですね、アバンギャルド。はい。で、出てくるコードちょっと解説しましょうか。はい。そうすると、Dm-E7Am-F。この4つだけなんですよ。今やったシンプル簡単バージョン。はい。これは超入門コードですから。もう、初心者コード。なんだけど、一応今日は、いつものことで、これを紹介しておきましょう。ガズレレ必須コードというね、ウクレレで音楽を始める人がですね、一番最初に覚えた方がいい8個のコードをご紹介しておきます。で、コードっていうのは星の数ほどあるんですけど、全部覚えようと思ったら大変だと思うじゃないですか。ウクレレの場合はね、この8個さえ覚えとけば、ひとまず第一段階クリアです。しかも全部簡単なんですよ。初心者の方でも全部覚えられます。ただし8個いっぺんに覚えるときにちょっと頭の整理が必要なんで、わかりやすく覚えられる動画を以前私が撮ってます。ここにリンク貼っておきますんで、この必須コード8個を覚えておいてください。で、そのうちの4個ですけどね、今日は。まあ、とにかく入門コードでできますということでございます。じゃあ、こっから、かっこいいバージョンに入ってきます。どんどんいきますよ。かっこいいバージョンではさっきも言ったんですけど、サビで1個このおしゃれな響きのコードを使います。Bm7-5。これね、ここに書いてきました。Bm7-5。はい。これね、なんじゃこれって感じでしょ？解説しましょう。まずですね、G7 っていうコード、わかりますかね？こことこことここが G7 なんですけど、こことここの G7 に、ここがついたというふうに考えるパターンがあります。G7 の上にこれがついただからっていうイメージね。あともう一個 Dm っていうコードは、こことこことここを押さえるんですよね。つまり、こういうふうに押さえるんですけど、Dm。Dm に1弦の2個が、2フレットがついたとも言えます。で、これはね、まず Dm を押さえて、小指でここの一番下を押さえるパターン。なんとも言えない響きですね、これ。あ、こう。はい。これなんですよね。Dm 軸の人はこうなんですよ。で、G7 を押さえて、ここを押さえるっていう考えの人は、これガズさんの場合なんですけど、親指でここ押さえちゃってるんです、私。はい。これどっちでもいいと思いますね。ちょっと狭いんですけど、独特な響きなんですよ。で、これが難しかったら Dm に置き換えでいいと思うんですけど、Dm では今やったシンプル簡単バージョンはここ Dm に置き換えたんですけど、この Bm7-5。なんとも言えない響き。はい。これをサビの中で出てきます。これポイントですね。で、あとですね、やっぱこの曲、リズムが結構来てます。カッティングですね。16ビートのカッティングということになりますけど、どんなカッティングかちょっと一回やってみましょうか。こんな感じです。ワン、ツー、スリー、フォー。こんな感じ。ダッツクツク、ダンダンツクツク、ダン、Aマイナー。Dm、Dm、E7、Am、ダンズ、こ
こういうカッティングなんですよ。なんで、このコード進行のうちの Dm と E7 のところが結構カッティングが多いです。Am のところはこう、いい感じでやってください。そこを解説しました。ちょっと見てくださいね、これ。ここ。はい。Dm ね。ダッツ、ツツツツ、ダッツ、ダッツ、ツツツ、ダッツ、Am って感じです。ダトトトトト、ダト、ダトトトトト、ダト、ダンだから、ダンダダンダダンダン。ダ、Dm ね。Dm、ダン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 、ダンダン、E7。ダツツツツツ、ダツダツツツツツ、ダツダツツツツツ。はい。わかるかな？これメモってもらうといいかもしれない。ダ、ダっていうのはで、ダは Dm にしましょう。ドは E7 にしましょう。ダトトトトト、ダツ、ドトトトトト、ドと Am ってことですね。わかる？ダツはカッティングです。ダ、カッカッカッ。ダッツ、ドッツ、ツッツ、ドッツ、Am ですよ。はい。ゆっくりやると。こんな感じ。このカチャっていう音あるじゃないですか。これは左手、弦に触れてて、カチャって言わすんですよね。これカッティングって言います。はい。で、16ビートの茶をここに織り交ぜる。こんな感じ。ちょっとこれ最高難度だと思うんですけど、一応カッティングと16ビートの茶のミックスです。この2つの弾き方、ここにリンク貼っておきます。これね、ウクレレできるリズムのいろいろという私のガズレレホームページの1枚で、その中から16ビートの茶と、下の方に行くとカッティングのやり方が書いてあります。カッティング。左手でパッと音を止める。音をカットする。はい。これで、パッと止めてるときに、弾くとカチャって言わせるんです。はい。これカッティング。16ビートのチャっていうのは、はい。これかっこいいんですか？これ16ビートのチャって難しいんですよ。8ビートがちゃんとできて、その後8ビートのチャっていうのができるようになって、16ビートにやっと来て、16ビートができるようになった上のチャなんで、最高レベルなんですけど、まあ、この雰囲気がやっぱこの曲、今度はベースでね、米津玄師さんのバージョンだと、ドゥン。ツッドゥンドゥン、ツッドゥンドゥン、ツッドゥドゥストドゥンドゥンドゥンっていう感じなんですけど、これをこうなんとかこうウクレレでリズムの表現で取り入れております。かなりの最高レベルだと思いますけれども。まずなんで、ちょっとパート分けにして、ここのバースをね、繰り返し練習するでこう高めるのがいいと思います。急にはできないかもしれないです。ちょっとゆっくりやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。ダッツ、バン、ボン、ツク、ダン、ボン、ツク、ダンツ、この中でまた歌を歌うわけですから、もうどんだけ脳みそ働くんだろうみたいな感じはありますからね。もう活性化しちゃってしょうがない感じですけど。まあ、そしてまたこの演歌調のこう拳を聞かせるみたいな、あの辺までできると本当にね、まあ、ゾーンに突入ですね。はい。そんなことを踏まえてやってみようと思います。特にですね、これ伸ばすとかそういうのはこのテロップ内で書いておくんで、その辺を参考にしておいてください。そういうわけで、これは全体的にループで淡々とこのカッティングの中でこう言葉が、遊んでいるというイメージの曲だと思いますんで、はい、体ごとこうリズムにどんどん入っていく感じで、グルーブにまみれながらやってみようと思います。米津玄師さんのフラミンゴ、ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。よいなに、すまはじき、悲しみ、今日いい頃
の帝王じゃ騙せない、狭間でさまよう灯し、地獄の閻魔にも知り、あの子を見受け僕に騙し、酔いどれ張り子の物語、やったれ死ぬまで猿芝居、フラミンゴガゼレリ流かっこいいバージョンやってみました。どうですか？なかなかのこのなかなかですよ。これは難しいと思います。やっぱりね、この16ビートのリズムとウクレレの弾くリズムと言葉のリズムがちょっと違うんですよね。なんだけどこうギアがこうグワーッとこう一緒にこう固まっていくって、これがガチッとか噛み合わさった時にすごく気持ちがいいということなんですけど、これはもうね、究極にこうリズムのやっぱり面白さを味わえる、逆に言うとその難しいからこそこの題材になってテーマになるんじゃないかなと思って、その上で歌の表現力になるわけですからね。その民謡っぽくとかちょっと演歌っぽい雰囲気のそのニュアンスも入れてみたいとか、ここの言葉がねこうスパーンとこう綺麗に気持ちよく入るタイミングをここパーンとこう入れたいっていうかね、その自分でこうなんかこうもっともっとみたいな感じがつかめるといいヒントになるんじゃないかと、皆さん音楽力をガッと上げて いくんじゃないかなと思うんで、楽しんでやってみてください。ありがとうございました。はい、ガゼレでいろんなことやってます。全国つつうらうらイベント開催してます。会いましょうね、生でも。はい、そして先ほども言ってるんですけど、このウクレレを今度クラウドファンディングで販売いたします。これは、初めて使ったんですが、コンサートウクレレ、これちょっとでっかいですよ。わかりますかね、音もちょっと感じがだいぶ違うんですけど、まあこういうものも、これからちょっとお時間ある方ご案内しますので、ちょっと動画見てくださいね。今日は見てくれてどうもありがとうございました。チャンネル登録などよろしくお願いいたします。それでは、ご案内動画ご覧になってください。さよなら、どうぞ。はい、そういうわけでまずはですね、ホームページを見てください。ガズレレ .com です。ここに大体のこと全部書いてあります。リンクをここに貼っておきますね。でですね、このウクレレのクラウドファンディングを実はスタートさせることになっていたんですけど、もう遅れに遅れて、予定より1ヶ月遅れて、開催日がスタートが決まりました。6月25日の正午です。その時にこのクラウドファンディングのページが Ready4 というサイトで公開され、そこからスタートになりますので、ホームページにそのことを逐一公開して、この YouTube とかブログでも毎日毎日そのことについて何か発信していくんで、フォローよろしくお願いしますということになっています。はい、6月30日長野県長野市でガズレレやります。なんとですね、中日新聞さんにご紹介いただきまして、この記事が出ましてですね、本当にもう驚きなんですけど、信濃の国歌いましょう、長野県の歌ですね。私長野県出身なんでね、はい、これよろしくお願いします。でその後にあるのがこちらの大イベント、代々木公園で行われる千人ガズレレです。千人でバーンと思いっきり歌おう、5曲、もう5曲決まってます。そしてね、入場無料、参加申請事前申請不要です。勝手に当日来てください。で11時半に集まって練習して、12時半から本番のステージドーンと千人でやりましょう。千人どころかもっと来てもらってもいいんですよ。とにかく集まってください。一人で不安な方は仲間いっぱい呼んできてください。歌うだけでもいいからね。とにかくやる曲5曲、その辺のこといろいろ詳しく集合場所とかここにリンク貼っておきます。こっちの方もよろしくお願いいたします。はい、でイベントもどんどん続きますよ。奈良に行ったりとか、もう、山梨行ったりとか、まあ、ずっと日本全国つつうらうらなんで、とにかくホームページで要チェックです。よろしくお願いします。いろんな本出してます。このガズレレ100曲入りのリットミュージックの本出たばっかりで、まあベストセラーいただいております。もう売れに売れております。ありがとうございます。なんで売れてるか、それは簡単だからでございます。100曲も入ってるし、ぜひご活用ください。楽しく音楽やりましょう。ガズレレ盛りだくさん、この夏も行きますんで、よろしくお願いします。はい、ブログもいろいろ書いてますからね、お願いします。さようなら、バイバイ、じゃあ。ココナッツのフレーバー、ココナッツのプレイヤー、ここに集まって一緒に行こう。